果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る裏切りの言葉に、故郷を離れわずかな望みを求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では期待と不安が一つになって、過ぎゆくしみなどわからない、交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きてゆくのか、今日と誓うはずの明日へ、ララウェイララウェイ、今駆けゆく裏切りの街でも、俺の心に塩を灯す、わずかな愛があればいい。こんな俺でも、いつか光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く死を受け生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ララウェイララウェイ、今駆けてゆく朝焼け静かに空を染めて、輝く死を受け生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイランアウェイ、今駆けてゆく、果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る、果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る。はい、今夜はね、クリスタルキングの大都会を歌いました。2016年3月の6日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、今日は日曜日でしたんでね、日帰りアウトドア行ってきた。よかったな、てんちゃんね。先週はさ、今週は悪そうだったけどさ、予報がちょっとずれたみたいでさ、多少曇りでね、雨がぽつり程度でなんとかできてよかった、よかったね。行き川の高度台の里見公園ね、あそこなかなかいいね、あそこね。はい、こんにちは。そういう形勢一本くれてね。はい、こんばんは。今夜もね、こんな感じでね、今日早めにね、また明日から1週間頑張りましょうね。2月3月7日ね。早い。じゃあ、来週が14でしょ？ね。じゃなくて。ね。じゃあ、日曜は13年で、そうすると。ああ、桜か。桜の時は今年行けるかな？行きたいな、桜の時。去年はあれ、キャンプはさ、4月のな過ぎで、半ば以降だったら桜終わっちゃったんだろうな。今年ね、できていいね。さ、今日の桜の時に、学校場所のとこ桜並木だからね、ああ、いいな、あそこ行った時になってきたから。楽しみだな。うん、いいね、焚き火ってね、やっぱね。普通に、串焼きとかだったらさ、もう炭でいいんだけどね。いろいろ、アウトドアでキャンプなんで、やっぱり炎が欲しいね。まあ、炎なる幸せと言ってるよ。それで焚き火なわけね。うん。だから僕、焚き火に行かない人はさ、いろんなガスバーナーの方が走るんだろうね。ガソリンバーナーとかガスバーナー。でもやっぱ、いろいろね、めんどくさいからな、いのってね。うん。わかんない、僕は。詳しいの。で、僕は焚き火なわけね。うん。串焼きとかだったらいいんですよ、あれね。炭も食ったらばさ。いろいろやってるとやっぱりね、煮炊きするに炎が必要なんだよね。そうすると焚き火なんだよね。それで、最近焚き火するけど、なかなかいいよ、ビーロー君ね。うん。うん。ビーロー君焚き火最高ね。うん。
最近 A4 くんも気になっちゃって、A4 くん買っちゃおうかなとか、焚き火だったら、ちょっとね、でも高いからな。ああ、たまんないよね、焚き火ね。あとちょっと右の、あの小さい。リュックサダの小さいなかなかいいね、やっぱり。小さいことばはそんな燃料食わないからな。あれはいいかもしれないね。うん。ただ、そんな思いを込めて、今夜も大都会東京で暮らす、勝彦さんはね、いろんな思いを込めて、今夜はね、大都会を歌ってます。果てしない、夢を追い続け、いつの日か、大空駆け巡る、裏切りの言葉に、故郷離れ、わずかな望みを、求めさすらう俺なのさ。見知らぬ街では、期待と不安が一つになって、過ぎゆく日々などわからない。交わす言葉も寒い、この街。これも定めと生きてゆくのか。京都期間はずの明日へ、ランナウェイ、ランナウェイ、今駆けゆく。裏切りの街でも、俺の心に火を灯す、わずかな愛があればいい。こんな俺でも、いつか光を浴びながら、きっと笑える日が来るさ。朝焼け静かに空を染めて、輝く潮を受け生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランナウェイ、ランナウェイ、今駆けてゆく。朝焼け静かに空を染めて、輝く潮を受け生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ランナウェイ、ランナウェイ、今駆けてゆく。果てしない、夢を追い続け。いつの日か、大空駆け巡る、果てしない、夢を追い続け。